皆さんこんにちは、おちょさんです。今日はですね、ちょっと面白い商品を買ってみましたので、ちょっと実験とご紹介を皆さんにできたらなと思って今カメラを回しています。すでに後ろに見えていると思うんですけれども、こちら緑色の液体と、まあ、ちょっと汚れて黄ばんでいる液体があるかとは思うんですけれども、Z を不動にしていろいろちょっとメンテナンスしてたんですけれども、まあ、その時にラジエーターをいろいろちょっとメンテしたり、パワーステをいろいろちょっとメンテした時に出たクーラント液と、あと、パワーステのタンクを洗浄するために使用した洗浄液になります。で、これのね、処理がちょっと困っておりまして、このままそこら辺の排水口とかに垂れ流すわけにもいかないですし、かといってなんて言うんでしょう、蒸発するまで待つというか、そういったのもちょっとだいぶ時間がかかってしまうので、ちょっとね、処理の方をね、どうしようかなというふうに思って悩んでいたんですけれども、まあ、そんな時にちょっとネットでいろいろ調べていたら、こんな商品を見つけました。じゃじゃーん、見えますでしょうか。この白い粉のようなものなんですけれども、京都府にあるケミカルテクノスさんっていうところが販売しております高吸水性樹脂 CP1 という商品になります。こちらが何かって言いますと、いわゆる吸水ポリマーっていうものが入っております。で、この液体の中にこの粉を入れますと固まってくれて、で、可燃ごみとして出せるっていうものになります。皆さんが多分想像しやすいやつだと、揚げ物揚げた後の油固めるテンプルみたいなやつに近いようなイメージなんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、このクーラントとかパワステの洗浄液の処理にすごく困っていたので、使えるかなと思ってちょっとネットでポチってみたので、それが今日届きましたので実験をしていきたいと思います。こんな感じで説明書も中に入ってました。高吸水性樹脂 CP1、 たった 1g で水 300ml 以上を吸水ということで、ちょっと写真があるんですけれども、こんな感じで固形物として、可燃ごみとして出せるように、固まってくれるみたいですね。すごく便利ですよね。それではですね、ちょっといきなりドバーッと入れてもいいんですけれども、本当にちょっと固まるのか謎なので、最初ちょこっとだけ取ってみて、本当に固まるのかどうか実験してみたいと思います。多分湿気とかをね、吸っちゃうと思うんです。すごいテープで厳重に留められてます。じゃじゃん、中身こんな感じです。多分 30mg ぐらいしかないと思うので、本当にちょっとだけ入れてみますね。パラ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 、混ぜた方がいいのかな。よいしょ、ちょっと少なすぎたかな、追加しました。こんな感じで説明書にグラフが書いてありまして、こちらの粉末をですね、中に入れると吸水作用はすぐに始まるみたいなんですけれども、まあ、1、2分待って固まっているかどうかの確認をしてくださいねっていうことが書いてあります。で、マックスで固まるのはだいたい10分ぐらいはかかるみたいですね。まだ1分ぐらいなんですけれども、明らかに先ほど入れた粉末の大きさが変わっているのが皆さんわかりますか？なんかね、すごい膨らんでるような感じがします。見えるかな。じゃあ、あともう少し、時間を経過させて様子を見てみたいと思います。こちら30分ほど置いてみたんですけど、全然固まらなかったので、もっとめちゃめちゃ量を入れて放置してみたら、結局こんな感じで固まりました。なので、やっぱりクーラントとかだと真水ではないので、この粉末というか吸水性ポリマー使うってなると、もっともっとたくさんの量が必要になるのかなと思います。それではこちらもですね、凝固させていきたいと思います。サラ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 、
じゃあこれで10分ほど置いて、どのぐらい固まるのかを見ていきたいと思います。足りなさだったらちょっと足していきたいと思います。なんか全然固まらなかったのでめちゃめちゃいっぱい入れました。そしたらちょっと時間を置いてたらこんな感じでプルプルになってきました。すごい、すんごいちっちゃい筋子みたいな感じです。とびっこか、すんごいちっちゃいとびっこがねいっぱいあるみたいな感じです。でこっちの洗浄剤の方はいいんですけど、クーラントの方は全くもって固まっておりません。こっちもね結構入れたんですけど全然洗浄剤の方ほどプルプルにはなっておりません。固まっているというか膨張してるなっていう感じはあるんですけれども、でもまだ本当に全然水みたいな感じで固まってはないです。はい、一応ですね1時間ぐらい放置したらこんな感じになりました。だいぶプルプルになりましたね。量はあれから足してはないです。まだちょっと水気多いかなっていう感じはするんですけれども、だいぶこんな感じで固形になってくれたかなと思います。ただちょっと量が多いので一気にこれ可燃ごみで捨てちゃうとちょっとどうなんだろうっていう感じがするので、半分ぐらいに分けて、捨てていけたらいいかなと思います。こっちもねこんな感じです。で使った量は結局固まらずにほぼほぼ8割方使ってしまったので、通常の水だと説明書に書いてあった通り数グラムで固まると思うんですけれども、クーラントとかそういったようなものに使うとなるともっともっと大量に使わないと固まらないということが分かりましたので、まあ一応リンク貼っておくんですけれども、もしあのご購入して使ってみたい方がいましたら、9リットルで使うとなると、まあ、袋の半分ぐらいの量は使用しないといけないのかなっていう気がします。はい、ということで今日は、高吸水性樹脂 CP1 を使って、クーラント液とパワーステタンクの洗浄剤が、しっかり固まるのかどうかっていう実験結果でした。まあ、結果的にはしっかり固まってくれたんですけれども、量が多いとどうしても説明書通りの時間や量だと固まらなかったかなっていうのが分かりました。ただすごくね便利なので、またちょっと買ってクーラントとか抜いて作業があるときは使用してみようかなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Yay!